はい、サイグ水曜中華ナビラユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、本日は5月の10日水曜日、旧暦のうちなぐ組では4月の15日なとい日。さあお送りしていきますユンタンジャ出番です。今日も1時間お付き合いいただきたいと思います。今日はですね、スタジオがめちゃにぎやかなんですよね。もうこんな広いスタジオがなんか狭く感じるんですけどもね、しかしながらクーラーも入れてるのに熱気ムンムンという感じでございましてね、実は昨日私もね Facebook に上げさせていただきましたけれども、読谷村からちょっと離れました北谷町ね、そちらの方に、ライブハウスモッズさんねありましてね、よくうちのねあのパーソナリティなんかもライブをしたり、昨日もそのライブのモッズの方ではね、ツースターといううちのパーソナリティがね、ライブに入ってたわけなんですけども、その、ツースターと一緒にですねライブに入っておりました三浦隆という人間がおりまして、今日は彼を紹介しながらその仲間たちを連れてきましたので、ご紹介をさせていただきたいと思います。それではお付き合いください。お相手はなくすに止まるです。いたしくにげさびら。どういう意味ですか？ということでお送りしておりますユンタンジャデマンですよ。もうなんかね、もう一言一言に突っ込まれるっていう感じがすごいわけなんですけども、さあ、お伝えしましたように昨日、茶壇町にございますね、ライブハウスモッズの方で、すごいイベントがございましてね、まあ結構な対バンでありまして、何組入ってるのか分かんないんだけども、すごい方々が集まっていただいて、もちろん、それに伴ってお客さんももうモッズいっぱいいっぱいで立ち見が出るほどのねお客さんが来ていただいたわけなんですけど、そこに私もですね、まあ仕事ねいろいろとあったんですけれども、もう本当にもう慌てはーてぃしながらダッシュで向かいましてですね、やっとカッと間に合ったっていう感じでありまして、ツースターの一曲をね、聞くことができまして、その後、他の皆さん方の歌を聞きながら、そして、先ほど、オープニングでご紹介しました三浦隆ね、過去にもですねこの番組にご出演いただきましたけれども、さらに遡ったらジャーンズというね北海道出身の、グループがありまして、彼らをねご紹介したのがきっかけということになったわけなんですよ。そこから独立していいのかな、まあ、喧嘩は彼ではないと思うんですけどね、まあ本人ねピンでね頑張っておりまして、3年ぶりに、お会いすることとなりましてですね、このモッズで沖縄に来るよっていうことで招待を受けましたので、私お邪魔させていただきました。いや人ってここまで変わるもんだなって思ってね、随を極めてるなって改めて感じましたし、その
タカを含めた仲間たちがですね、すごいこうコンビネーションよく、ステージを盛り上げていることにもう感銘を受けまして、すごいと、ああ来てよかったなって改めて思ったわけでございますね。なかなかね、私も一人でライブハウスに行くってことはないわけなんですけれどもね、今回は本当に素晴らしい経験をさせていただきました。それでは早速まず彼から紹介していきましょう。はい、北海道札幌市出身のシンガーソングライター三浦隆です。よろしくお願いします。社長、本当に昨日はお忙しい中、はい、いやいやお越しいただきありがとうございました。本当にね、僕最初ね、三浦隆ってこんな人だったかなと思うぐらいだった。変わったな。変わりました。よかったです。いやでも本当にいいようにね、ね、うん、で前社長が見てくれた時はイオンだったんですけど、うん、僕あの沖縄来ると嬉しすぎて島酒を飲んだもんだから全く声が出ないライブをした日でしたから ね、 だったね。そう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 、思い出した、うん、勉強するよって言われました。はいはい、本当だよ、本当せっかく見に来てる人たちがいるんだから ね、お客様を大事にしないと、ね、まあ、合わせて喉を大事にするっていうのは ね、 そうですね、今回はちょっとちゃんと寝ましたんで、はい、ね、はい、素晴らしかったです。いいね、はい、声を聞かせていただきました。ユタシフウニゲンサビラ。俺のセリフそれ。もう一つ覚えたな本当だ。あ、でもね、いいですよ、この言葉覚えてていい。ゆたしくうにげえさびら、にげえさびら、うんうん、よろしくお願いします。にげえさびら、そうそうそう、よろしくお願いします。ゆたしふうにげえさびら、もうガヤガヤ感が めっちゃあるんですけどもね。じゃあどんどん仲間も紹介したいと思います。タカさん、今回ね、いろんな方々と一緒にね、されてましたので、はい、もうご紹介していただけますか。そうですね、うん、10組いるんでね、それぞれにね、自己紹介してもらいたいと思います。今日はそのうちのよりすぐりの、9人が来てくれてますから、はい、お願いします。じゃあ次は関西人のね、スペシャリスト、はい、どうぞ。どうも、はじめまして、りょうです。ヤンバルクイナ、よいしょ。よいしょ。ずるいね。よいしょです。なるほどね。よいしょですよ。行くぞ。今日はね、今日からね、今日から愛称習慣ですからね。ヤンバルクイナ大事にした方がいいね。ありがとうございます。はい、りょうです、よろしくお願いします。りょうさん、昨日ね、はい、本当にパワフルな、ね、曲を私も聴かせていただきましたけど、なんか、兵庫だったっけ。兵庫なんです、ね、兵庫で一応住んでて、まあでもライブは主に、うん、東京やったり大阪が多くて、まあ、で昨日初めて大阪じゃ、沖縄でライブさせていただいて、すごいあったかくて、もう、最高の思い出になりました。もう今日はテンパは大丈夫ですか。今日はね、割と直毛な感じで。今日は気温もすごい良くてね、皆さん海日和ですよ。ねえ、ね、はい、じゃあ次タカお願いします。頑張るクイだ、頑張りましょう。じゃあね、はい、次もね、関西人なんですけどもね、はい、はい、ハモネプで、うん、僕も仲間になりました。他の会のチャンピオングループなんですけど、はい、バンドエイジさんと言います。ほっぱりぼうぼかでゆでたばこちゃう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 さすが岡本隆弘さん、はい、ボイスパーカッショニストの岡本隆弘です、よろしくお願いします。はい、はい、岡本さんです。昨日もね、ボイスパーカッションすごかったですね。いや、ありがとうございます。ずっとやってるんですね。ずっとやってます。必死です。ね、必死でしょあれ。必死です。だってタカがね、やめようっていう時に続けてっていう時にすかさずまた続けられたもんね。もうね、この人にはね、もうね、いろいろステージ上で引っかき回されてますから。岡本隆弘さん、しました。はい。はあ、ボイスパーカッション。はい。まあ前のね、ジャンズの時にもね、ボイパーの方がいましたけど、そうですね、あれもすごかったけどね。あなたも本当に昨日もう聞いててすごいな。よくいろんな音が。なんか同じ口から出てくるなみたいなね。急遽なんかラジオジングル作りみたいなここでやった時、中曽根さんボーイパイになっちゃったあっみたいなのがやってました。余計なこと言うなお前。恥ずかしいじゃないか。今若い人とか多いから。あ、次の人お願いします。はい、じゃあね、うん、北海道のね、はい、お友達なんですけどもね、うんうん、昨日キーボードをやってくれたこの方です。はい、はい、ティンサグの花が大好きです。いいね、ピアノと作曲編曲をやってます、直江太子です、うん、よろしくお願いします。ありがとうございます。拍手が優しく逃げさびら、なんで拍手が生まれたの。なんででしょう、ね、その違いがあるんだね。りょうさんとその岡本さんの違いがあるんだね。何かね、嫌われてるんです、ね、そんなことありません。それだけやと、そんなことありません。関西人ということもあって、ね、多分ちょっと敬遠されてる感はあるかもしれない。関西人は拍手ないけど北海道出身は拍手が生まれるわけだ。なるほどね。でも昨日もね、うん、あ、何、ごめんなさい、お名前何でしたっけ。かよちゃんです。かよさん、はい、誰かのなんかお母さんがかよこさんとかなんか話してたよね。僕ですね、うん、ヤンバルクイナ、ヤンバルクイナ、ヤンバルクイナじゃないけどね、りょうさんのね話の時にねお伝えした。素晴らしい。でもいろんな方々とそうコラボをされてたんですね。昨日もそうでしたけど、そうですね、うん、特にホーメレでは笹田くんって主催者の笹田くんがですね、はいはい、のご好意で、うん、たくさんのアーティストのサポートさせていただいてます。いや、素晴らしかったです。昨日もね、素敵な音色を聞かせていただきました。ありがとうございました、かよさん。ありがとうございました。
次は、その後ろ行きまして、岩手から、やってきました、飛行機では外国人と間違えられましたね、この方です。はい、皆さんはじめまして、木村優子です。よろしくお願いします。木村優子です。木村優子さん、はい、優子ですね。優子さん、はい、木村さんは昨日ちょっともしかすると遅い時間か早い時間かだったのかな。早い時間ですね。あ、そうかそうか、うん、それで僕はちょっとね、見ることができなかったんですけども、はい、ありがとうございました。とんでもないです。どうですか、木村さんから見て高は。いやもう、結構長い付き合いなんで、兄ちゃんみたいな存在。何ちゃん、おじいちゃん、おじいちゃんじゃない、おじいちゃんじゃないわ、お兄ちゃんや。お兄ちゃん、そうとっすよ、それお兄ちゃんね。そうとっすよ、お兄ちゃんって言ったよ、おじいちゃんですよ、ね、なるほど。俺なんて言ったのかなと思ってね。あ、なるほど、お兄ちゃんみたいなね。そうですね。あ、そうですか。またこれからも高よろしくお願いしますね。いや、こちらもそう。俺の弟分みたいなもんですからね。お兄ちゃんのお兄ちゃんってことですね。あ、おきいお兄ちゃん、ちょ、ひよひよおじいちゃん、おじいちゃんのおじいちゃん、ひよりちゃん、ひよりちゃん。まあまあまあ、岩手なんで美味しいものが、ね、いっぱいありますから。そうなんだ。あら、まあ、ありがとうございます、ね、ぜひまたなんかお土産でも送ってくれればね。そうですね、本当そうです ね。そしたら FM 見たあててね、音源できたらすぐ社長に送って流してくださいって。ああ、ぜひぜひ、はい、美味しいものとね、はい、はい、うん、もうぜひ美味しいものと美味しいものと CD をね。そうですね、物には弱いからね。沖縄にはファンがいっぱいいて、昨日もたくさん来てくれて。そうなんですか。あら、沖縄何回目なんですか。いや、初めてですね。あ、そうなの。沖縄の人って言われますけど、皆さんもなんかね、初めての方もいらっしゃってたような感じもするけど、また後ほど ね、今日も1時間ありますから、ゆっくり、ね、ゆっくりでもないんだけど、皆さん聞いていきたいと思いますので、はい、またよろしくお願いします。はい、そして、はい、次は、次が、福岡が生んだ、サックス、スーパープレイヤー、はい、この方でございます。はい、ざわざわ感ありますけど。はい、福岡県出身の、うん、内田恵梨香と言います。よいしょ、はい、よいしょ、かわいい、よいしょ。基本的には女子には拍手があるということだね。北海道とかが関係なかったみたいな、ね、内田恵梨香さん、はい、はい、サックスの方、サックス昨日ね、はい、プレイヤーされてましたね、素敵な音色を、ね、うん、同じように聞かせていただきましたけど、ありがとうございます。花です ね、かわいいでしょ、うん、やっぱりこう女性の方がいらっしゃるとステージに、うん、やっぱり目が行きますよ。行きますか、うん、で、で量が歌ったら量があってもいきなりお呼び捨てになってますけど、すみません。全然全然、ね、やっぱこう、ライン見たりするしてしまうんだよね。ただの最低ね。社長何を言ってるんですか、社長。急に社長。急にディスられた。社長、素直もいいとこですよ。まあでもね、なんかでもまあ分かります、その気持ち。分かります、はい。僕らもまあそういう感覚ありますけど、そういうもんですね。ね、寮にっていうわけではなくね。あ、そうそう、ライブで、ね。でも女子が出るとね。女子が出るとね、やっぱりこう。やっぱ目がいっちゃうんですね。いっちゃいます、いっちゃいます。スペシャルゲストでサックスのって言って出てきた時に、おっって ね、いきなりこうポケットに iPhone 入れたっていう感じがした。よし、それ俺のスペシャルなし、ね、すいません、それ置いときましょう。あ、でもありがとうございます。内田さんは福岡。あ、そうです、福岡で。今はでも、大学で、はい、東京に、ね、あ、そうです、東京に上京して、はい、上京して、すごい。これはまた福岡も美味しいもんあるからね。そうですね。あ、そうですね。明太子大好きですからね、俺。もうじゃあ次送ろう。あ、送ります、送ります。物もらいなってる。いやいや、でもありがとうございます。たくさんのね、方々いらっしゃるんですけど、あと2方いらっしゃいます、はいはい、あ、ね、はい、あと1人までいけるかな、はい、あと 50秒ありますけど、はい、高梨大ちゃんという、はい、あ、じゃあ俺が言ったの、はいはい、この神奈川が生んだ、異端児、異端児、はい、生きるテーマは素直に生きること、西表山猫。いや、違う、自分の名前言ってもらって。高梨大と言います、よろしくお願いします。ありがとうございます。お笑い芸人の前でビビります。いや、結構楽しかったです、昨日も ね、高梨さんもね、メインで花、ね、歌ってたんだけども、後でまたバックに入ってたりとか ね、コーラスでやってたから、すごい楽しい方ですね、うん、ね、もう高梨大いいんで、ちょっともう一度いいですか、主催の、はい、主催、残り10秒です、はい、すいません、はい、昨日のライブ取材しました、笹田と申します、よろしくお願いします、はい、笹田さん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ笹田さん全員紹介したところでコマーシャルです。はい、ネットで録画するからそのまま適当に喋ってていいですよ。了解しました。普通に音入れてますから今。あ、まじですか、うん、自由にどうぞ。
もうネット、まあ、放送関係ないから、ね、流れてる。これは今テレビ流れてるんですか？インターネットの、ライブ配信で今流れてる。おめでは。さっきの遠近法の下りとか全部入ってるじゃない？うちのアプリが無料アプリがあるので、うん、そのアプリで、ラジオのところをクリックすると今。今俺たちが喋ってる。少し遅れてきます。みんな友達とかなんか送っちゃえば今出てるよってライブで時間かかるんですね。ね。せっかくだから PR してる。うちの無料アプリがあるので、ディフェンダーだ。なんか撮ってないから。打ち合わせの、声が全部入ってたという状態でしたけどもね。恥ずかしい。はい、お送りしておりますゆうたんじゃ出番ですよ、これからもね、番組進めていくわけなんです。とにかくもうやたら人が多いっていう状況の中でどうしていいのかわからないんだけどもとりあえずタカ、はい、進めていきましょう。はい、はい、まあ、昨日の、ライブハウスモッツでの、はい、イベントなんですけど、笹田さん、さっきちょこっと出てましたけどね、はい、ちょっと、はい、今回のイベントの内容をちょっと伺っていきたいんだけども、はい、内容はそれぞれ、まあ、曲に来ている方々が、はい、一人ずつまず歌って、うん、その途中でコラボレーションしたりとか、うんうんうん、まあ、沖縄のアーティストも含めて全員で最後にコラボするっていう、はい、まあ、まとまったライブっていうことですね、はいはいはい、テーマはその全員ね一個のものを作るっていうのをテーマにやってます、うん、へ、今回その沖縄でだってほら、はい、いろんなところから、はい、ね、北海道、岩手、福岡とか東京とか、はい、兵庫、いろいろ皆さん来られてるんだけども、その沖縄持つでろうっていうなったのは今日来てないんですけど、秀治さんっていう、うん、はい、沖縄のシンガーがいるんですけども、あの昨日なんかそうです寮とだったっけ、コラボした方よね、確かね、一番最後に歌った最後にね、はい、うん、はい、の人が、うん、沖縄にちょうどいるからやっちゃおうよっていうので、なるほど、そのつながりがあったわけだ、みんな、はい、メンバーが来て開催することになったっていう感じですかね。いや、あれだけのねメンバーをよくぞ集めたなっていう感じでしたけどもね。もうそうですね、うん、まあ、助かりました。非常にタカさんが、まあ、やっていただいて、うん、ほとんど、まあ、なんですかね、いろいろ声をかけていただいて、うん、回っていくいただいてちょっと緊張してる、うん、なんか声ちっちゃないちっちゃいよね、声がちっちゃい出ない、声が出ない、ラジオは結構声が忙しいからね昨日までね忙しかったから、飲みすぎちゃって、飲みすぎで楽しませていやいや、うん、まあね、昨日打ち上げだっただろうからね、で本当にね、たくさんの方々ね来ていただいたし、うん、皆さん喜んで、もう拍手の
音なんかもすごいやっぱりこう後ろで聞いててすごかったし、ノリも良かったですね、昨日のお客さん、温かかったです ね、 ねもう結構、誰だったっけ、第3の時なんかも結構ツッコミのお兄ちゃんがすごい多かったですよね、後ろね、ツッコミの兄ちゃんほとんど高さなんですけど、高さんが横でわー大栄とか嬉しい限りです。本当にね、そういう素敵なね昨日イベントが行われたということで、今日はねその仲間たち来ていただきました。さて、ちょっと一人一人ちょっとフォーカスしていきたいんだけども、まず、タカはね、当然なんだけども、はい、まあ、今、活動状況っていうのちょっと伺っていきたいんだけども、はい、はい、そうですね、僕はあの今後あの、ユニット活動が始まる予定でございまして、はい、その、あの高梨大君と一緒に、2人組をやっていく予定がございます。そうなんだ、はい、結構昨日もね息ぴったりだったし、ありがとうございます。大ちゃんお願いします。なんかどうですか、タカについては。大ちゃん喋っちゃいない、ここがですか、うん、そうそうそう、俺のかかって言う、のかかって映像やばいことになったんですけどね、あのラジオの皆さん伝わらないってますけど、はい、どうですか、タカの方は。タカさんは本当に、うん、尊敬しましてますし、うん、あと出会ってでももう出会ってから結構経つんですけども、本当にステージやら何やら音楽作曲すべて尊敬する本当に兄貴的な存在です、うん、僕の中では。あ、そうなんだ、はい、さっきの誰かも兄貴的な感じって言ってたね。誰だっけ、ユーコさんだったっけ。ユーコはでもおじいちゃん言ってましたね。お兄ちゃんお兄ちゃんかお兄ちゃんそこ突っ込んでこなくてもいいですけど。あ、そうなんだ。はい、そうです。あ、でも、ダイさんを、はい、個人でその活動を今までやってきているわけでしょ。一応元相方が、うん、いたんですけど、いて、昨日のライブに出演してまして。あ、そうなの。はい、五十嵐ゆうきというね、カデナの方で、コーヒーの店をやってるっていう。え、神奈川の人間なんですけども、うん、こっちに3年前ぐらいに移住してきて、コーヒーショップをやってる。ネーブルカデナのね。ネーブルカデナという。そうなの？そうなんです。場所で。あれ？え、会ったことあるかもしれない。俺あると思います。うん、なんかここに一回来てたかもしれない。来たかもしれない。うん、あ、そうなんだ。めちゃくちゃ顔が広い。五十嵐ってなんかコーヒー屋さんがいたな、そういえば。イガちゃん。あの、カデナのネーブルカデナのなんかテントみたいな感じのなんかでしょ？あ、はいはいはい、なるほど、はい、あ、そうなんだ、はい、彼と。そうそうそう、それとずっと東京では活動してて、まあ、移住してっていう形になって、あ、まあ、今いろいろありまして、喧嘩別れして、いやいや違う違う違う、まあ、よくあることですから、よくあることですから、はい、まあ、僕もね、うん、そうそうそう、あ、そうなんだ。それで今回また2人で、タカさんからお呼びというか声かけてもらって、うん、あ、もうやりたいと思って、素直にやりたいという、1年間限定でちょっとね、はい、1年間限定で、うん、1年後のライブで、うん、500人集まらなかったら解散しよう、はい、解散しようと、はい、なるほど、モームス的な企画をやってる、はいはい、ちょっとハードルが高い感じもしないでもないですけどね。そういう方がいいかなって、ね、ね、でも結構、昨日もなんか皆さんそうだけど、やっぱりなんかこう合わせていくっていうのがすごい上手い感がありましたけど、日頃からこういうなんかセッションみたいなものはあるんですか。いや、そんなことないですよ。あ、そう。でも皆さんも本当にスーパーなシンガーなので、やっぱり合わせ上手といってあれですが、なるほどね、もうすぐ分かってくれますよね、ハモリとかもそうですけど。すごいですね、うん、本当に今一緒にお話しております、高梨大さんにおいても、はい、そのコーラス的なところもすごいね、上手ですよね。ぴったんこカンカンでしたね。ぴったんこカンカンでしたか。それ大丈夫系ですか。ありがとうございます。いや、本当にこう素敵なねステージでございましたけど大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。本番中ですよ。大丈夫です。はい、まあそういうことでね。あ、さあ、そして、ちょっとじゃあタカさんお休みして、はい、はい、リョウさん、はい、はい、リョウの話もちょっと聞いていきたいんですけども、はい、まあ、今回沖縄に、来られて、はい、まあ、どうでした、こういうライブモッツで今回行われた。いやー、まあ、ずっと、うん、まあ、僕関西出身で、うん、まあ、その東京とか、まあ、メインというか東京と関西メインでやってて、うん、ほんで、まあ、うん、いろいろ呼ばれていくことがあって、うん、で今回沖縄で初めてライブさせてもらって、うん、まあ、もうちょっと不安な部分もあったんですけど、まあ、知らない人もたくさんいるというか、うん、やけどこう昨日ライブして本当にあったかくて、うん、もう最高でしたね。あ、そう、ほんまにこうもう僕も楽しくなったし、うん、まあ、お客さんもすごい楽しんでくれてて、こうライブ終わってからもすごいこう初めてやったっすけど、よかったですみたいなことを言ってくれて、本当にこう
あ、また来たいなと思いましたし、ね、まあ、頻繁に来れたら、ぜひぜひ来たいなと思うなんかところです。東京でよく活動されてるって先ほどもおっしゃってましたけども、はい、そのまあ、東京からすりゃやっぱり地方じゃないですか、はいはいはい、こういう沖縄とかね、はいはいはい、そういう東京以外の地域でもライブ活動っていうのは、まあ、たまにですけど、うん、その文化祭で福岡になんか行ったりとか、まあ、それこそ、主催してる笹田君のおかげで、うんうん、まあ、名古屋行かせてもらったりとか、まあ、いろいろそうですね。去年はでもいろいろ結構あるんですね。それこそ去年は韓国にも、そうなんですよ、すごい、そうなんです。たまたまそのちょっとファッションショー的なものがあって、それでちょっと、まあ、呼んでもらって韓国でもライブして、うん、まあ、音楽ってこうやっぱ共通なんで、どこ行ってもやっぱそれは言葉ではなかなかあれですけど、うんうん、もう音楽だけでこう楽しめる、やっぱ音楽っていいなと、まあ、俺たちが ね外国語の歌をね、なんか意味は分からんけども、ね、いい曲だな、はいはい、ね、そういう風に思うのと同じ感じ で、そうですね、向こうの人たちもやっぱ日本のそうですそうです、りょうさんなんかの歌をこう聞いたりしてるんだろうね。そうですね。あ、まあ、沖縄も本当にこう、あ、やっぱこう初めましての方、うん、本当にさっきも多いんですけど、こう、うん、ライブしてみんながそれをこう感じてくれて、一緒に楽しんでくれて、まあ、曲もしっかり聴いてくれて、本当にこうもう最高でしたね。もう来るまではちょっと不安な気持ちももちろんあったんですけど、来てもう改めて来てよかったなと思います。まあ、失恋の歌がめちゃくちゃ多かったですけどね。まあまあそうなんですよ。まあ素敵な歌があります。後ほどまたね、はい、聞きたいなと、はい、なかなか曲をかける時間が少なくなりそうな気がしてね、ちょっと今遠慮してる部分はあるんだけども、いやいや、またちょっと時間があったら、はい、後半でお届けしたいと思いますが、はい、そしてお隣の、ボイスパーカッションの、はい、高弘さん、はい、高弘さんだったっけ、はい、そうです、高弘当たる、あ、岡本高弘さんね、はい、はい、岡本さんも、はい、ボイスパーカッションとしては自分がステージのメインに立つってことはあんまないわけでしょ。そうです、まあ主にサポートミュージシャンとしてやってて、あと、まあ、東京で今、大阪出身なんですけど、はい、今東京の方で活動させてもらってて、まあ、ユニットもやったりとかして。そうなんですか、はい、へえ。でその違う人たちともくっついたりするわけでしょ。そうですね、いろんな人のバックで演奏したり。あれってさ、俺一つ聞きたいんだけど、はい、ボイスパーカッションってさ、はい、歌とかだったらほら、あの五線譜っていうなんていうの、もうあれあるじゃない、お玉じゃくしみたいな。ボイスパーカッションってどうなの。楽譜に起こすならドラム譜ですね。あ、ドラム譜になるんだ、はい、起こしてるの。彼全部覚えて、覚えて基本書かないです。素晴らしい、すごいですね。じゃあ、あれ我々のレベルから言うとアドリブに近いですね。近い、実際たまにリハーサルと本番で全く違うことやったりして。いや、いや、あるでしょやっぱり。全然あります。あ、リハーサルでこうやってたけど、あ、ちょっと違うなって本番でやってみようかなみたいな。演奏中に、うん、帰る、あの、うん、なんか出てくるんですよ、フレーズが。どんな頭してんだろう、こんな頭してる、こんな頭か。ちょっと頭上げてみたいな。ラジオ聞いてる皆さんからぜひネットでご覧になってください。こんな頭です、はい、よろしくお願いいたします、はい、ネットお願いします。さあ、ということで、ちょっと話のオチが見えなかったんですけれども、さあ、タンコマーシャル挟みましてね、曲をお届けしながら今度はね進めていきたいと思っておりますので、お付き合いください。一旦コマーシャルです。 CM 中もインターネットの方では音声流しております。お願いします。CM 中です。はい、ネットをご覧の皆さん方だけに今の音声をお届けさせておりますので、好きなように喋っていただければと思いますが、ちょっとできればじゃあ今度、りょうさんと、たかひろさんをちょっと入れ替えしてもらって、はい、大ちゃんかいさんはちょっと残っててもらって、そのちょっと今話してもらおうと思って。じゃあいいかという子も入るか。そうだね。FM 読みたんでたら本当すごいことだから。はい。やばい。はい。写真撮影終了です。日本一人口の、はい、音落とします。
りしていきますユンタンジャーデバンですよ、今日のゲストですね、本当にたくさんの方々、もうなんていうメンバーで呼べばいいんでしょうかね。ホウメレメンバーです。本当にホウメレメンバー、どういう名前の由来なのこれ。イベントの名前なんですけど、名前はあのハワイの当て字で、なんか、まあ、新しい音楽の場所みたいなニュアンスがあるっていうのをハワイの友達から聞いて、まあ、当て字だけどこんな感じでいいんじゃないっていうので、まあ、なんかジャンルにとらわれず、なんかまあソウル、ポップス、まあ、洋楽から何でもありのライブにしようっていうところからの始まりです。あ、ハワイ語とかちょっと全然関係ないんですけ ど。いやいや、でも思いはね、形に表すことが大事だと思いますので、ホウメレメンバーで今日は来ていただいたということで、はい、ありがとうございますね、笹田さん、まあ、いろんな企画をなされて、先ほども、はい、りょうさんも言ってましたけど、やっぱり笹田の方から声をかけられてあちこち行ったって話してましたけど、そういう企画の仕事をずっとされてる。そうですね、メインは全然違うんですけど、そうなの、はい、まあ、これがサブとかっていうわけでもないんですけど、なんか僕も音楽が好きなので、実際に歌ったりとかほとんどしてないです。あ、してないの、はい、でもうずっと主催みたいな、主催っていうか、まあ、そんな大したことはしてないんですけど、すごい、まあ、いろいろ県外とかにも、うん、あのタカさんとかリョウさんとかで、まあ、の力を借りて行ってるって感じですかね、いや素晴らしいです。ぜひもっとね、沖縄でもいろんな機会をね作っていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。さあ、タカ、ここでちょっとね、はい、あの曲をね、あのオフィシャルの BGM からちょっと今日持ってきたタカの曲に切り替えて、ありがとうございます、あれ、CD が壊れたかな。ありがとうございます。はい、はい、なんかいろいろとね頑張っておりますが、新しくいろいろとこうシングルもアルバムとかも出してるということで、はい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 、今日今お届けしてるこの曲は、これはあの一つの星の流れという曲でございまして、昨日あのエリカもあのサポートで入ってくれた、はい、あのちょっと南の感じの曲でございます。三振の音が入ってくれたり、なんだっけ、三振弾いてたのは友弘君、友弘君、はい、あのかなさんのね、友弘が昨日三振、僕も友弘もすごい長い付き合いなん で、ね、昨日久々に見てねあ、また三振弾けるんだみたいな感じで思ったぐらいだったんだけど、今もそう仕事してるみたいですよ。頑張ってるの、はい、嬉しいね。昨日もね、うん、あのサポート本当に来ていただいてね、いや本当嬉しかったですね。たくさんの方々がこういう風にこう入っていただくっていうのは、やっぱり音楽あのステージに箔がつくっていう感じがして、うんうんうん、僕も見ていて、たかこういう人たちを呼んで、うんうん、なんかステージをやるんだなって思うとさ、ね、3年間すごいことやってきたんだなって改めて思いました。本当に力借りっぱなしですけど、ね、本当にすごい、まあ、そういう意味ではね、ぜひこれからもね機会を見つけて頑張っていただきたいと思うわけなんですけども、ちょっと BGM しながら、はい、進めていきたいと思います。今たかから紹介ありました、サポートで入りました、方、ちょっとご紹介しながら、エリカちゃん、エリカちゃん、エリカちゃんが福岡出身だったっけ。そうです、福岡出身です、ね、福岡出身で、はい、でサックスの方ずっと音楽関係で、あ、いや、本当中学校から吹奏楽部で始めて、うん、で高校はクラシックをずっと音楽の高校行って、で今大学はこういう仕事、うん、こういうのがなんか将来やりたくて、うん、ジャズ勉強を始めて、だから今ジャズ科で、あ、なるほどね。どうですかこういうメンバーと。いやもう本当にもういつもはみたいな。え、そのために沖縄に来たわけでしょ、要は。あ、そうですそうです、今回のそのホウメレメンバーで。そう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 、すごいいつも本当に勉強させてもらって、ね、はあ、笹田さんありがとうございます。本当すごいですね。そういうそのメンバーをセレクトするのもすごいですよね。笹田さんすごいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に笹田さんありがとうございます。笹田さん面白いですね。笹田君面白いですね。なんか存在がね。存在が面白いですね。話すとあんまり面白くないけど。なんかあれれれ。この間でもあの電車で、うん、あの挟まれたらしいですよ。なんか。え、何？電車にあの挟まれて。なんで電車？ラジオじゃ伝わらないんですけど。なんかウィーンガチャンってさ、あれ。マジっすか？はい、そうね、多分嘘だと思うんですけど、まあんまりいないですよね。はい、まあまあそういうどういう人か分からないけど、とりあえずそういう電車で挟まれた人が企画者であるということですね。はい、もうその話聞きたい人はもう皆さんね、笹田さんに問い合わせていただければ、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、まあ、なんだっけ、
エリカちゃん、エリカさんね、本当に昨日のステージもね、皆さん盛り上げていただいたということでありまして、まあ先ほどちょっと話もありましたけど、やっぱ女性が出ると花があって、花があっていいなと。社長、こういう感じの子が好きですか？いやもう俺はもうどういう感じの子でも OK ですよ。気を使っていただいて。男子以外であれば、男子以外であれば。男子は嫌だね。そりゃそうですよね。男子はもう嫌い。嫌い、いや、そうそうそう。社長、社長いろいろ、社長いろいろです。はい。まあまあね、でも本当にこう女性が来ると よかったですよ今日も。高田よりかは絶対 ね入った方がいい。いやー、よかったです、もう、はい。まあ、ちょっとそこ、話置いときますね。はい、すいません。で、あのサックスの内田絵里香さんは、はい、その個人でそのプレイングするときとかは、どうなんですか、福岡でもそういう活動をなされてるとき。いや、福岡では本当に、だから、コンクール、ソロコンで、コンクール出て、なんか大会出てとか、沖縄も一度、九州大会で、うん。うん、なんかそれで一回みんなで来たことがあって、吹奏楽の？あ、そうです、吹奏楽のアンサンブルコンテストってやつで。なるほど、アンコンで。まあこれからもまた、はい、よろしくお願いします。またちょっと沖縄来ます、ね、沖縄来る機会があったらぜひ、ね、はい、お願いしたいということで、はい。さあ、そしてちょっとね、話飛びましたけど、女性つながりで、うん、先ほどかよちゃん、うん、ね、かよさんは出身が北海道？北海道の小樽市です。はい。北海道どっちだ？小樽の小樽って言っても、なんか小樽ってどこだったっけ？札幌からちょっとなんか。ちょっと離れて。札幌から。小樽。有名な小樽じゃない？そうです。小樽みたいな。いや、よくわかんない。なんだろう。それちょっとよくわからないですけど、すいません。小樽運河。そうです。オルゴール館。そう。ニシン。そう、ニシン御殿。ね。お寿司屋通り。分かることだけ話すんだけど。ああ、そこですか。そうです。ああ、なるほどね。で、その、ピアノだったっけ、されてたのは。そうですね、まあ、キーボード、はい、っていう感じの楽器はキーボードとかピアノなんですけど、うん、普段というか、うん、音大は作曲を出て、音大、ね、はい、作曲とかアレンジの仕事をしてます、うん、ああ、すごい。ディズニーランドのアレンジとかしてますから、オーケストラの。ディズニーランドのオーケストラアレンジとかやってますから。マジですか？そう。いやいや、待って、ざっくりすぎだから。ざっくりそうです。いや、そのざっくりすぎでも俺にはわからないけどね、うん、一応。でもなんかディズニーランドって聞いただけですごいなみたいな。あ、ディズニーシーの去年15周年だったので、はい、そのオーケストラコンサートとか、あと初音ミクとか。初音ミクって聞いたことある？ね、聞いたことありますね。ボーカロイド。ボカロのオーケストラコンサートとかの時の、はあ、フルオケの楽譜を書くとか、そういうようなお仕事をしてます。いや、オーケストラアレンジってもうなかなかできないんですよ。いや、あんまりいないもんね。多分初めて聞いた俺。、はい、バイヤーです。バイヤー何ですか？バイヤーやばいです、やばいです。あ、バイヤーってな、バイヤーってなんか車売る人かなと思った俺。やばいということ、ね、やばい人です、あの人。いやいや、はい、違う、なんか普通の言葉使ってね、俺分かんないからね。失礼しました、うん、はい、バイヤー覚えとこう。でもバイヤー言ったし。あ、覚えて。あ、そうですか。かよちゃんはすごいですよ、すごいです。でも昨日もすごい、そのなんかこの打ち方っていうの、うん、指柔らかいのも、ね、うん、そう、タッチが柔らかいのもあったけど、ガッカ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 ッみたいなのがあったじゃないですか。すごい力出してるんじゃないですか、あれ。疲れるでしょ。俺見てて、結構見てましたよ。ボーカルは別として、うん、ね、あれだって、あれだよね、ピアノなら分かるけど、キーボードであんな表情出すの見たことないでしょ、社長。ガンガン言ってたでしょ、ね、やっぱあれ、まあ、曲がそういう曲だから、そうなっちゃうんですかね。そうですね。あ、でもすごかったでしょ。すごかったですよ。キーボード吹っ飛ばすんじゃないかって感じでしょ。違うよ、ね、猫かぶってる。猫かぶってる、ね、そうそう。いや、でも本当にね、かよさんもシングルプレイで、こうご自身もソロ は,、うん、ソロはほぼ、やってなくて、私もサポートがもともと好きなので、こう人と何かこう一緒に音楽をして、ちょっとでも 手助けというか、ちょっとでもこうなんかできたらなっていうような気持ちなので、あまりソロでやりますっていうのはあんまりない。最近 YouTube でちょこちょこっとこう ソロやりだしたかなというぐらいです。でもそういうなんかこう願望みたいっていうか、自分ソロでやりたいなみたいなのはあるわけだ。どちら、いや、どっちかといったら、やっぱり、まあ、映画音楽の作曲家になりたいとか、なんかそっちの作曲
なのですごいですね、この人やばいですよ、やばいね、はい、なるほどね、ごめんなさい、なんかバイヤーの発言でした、バイヤー、バイヤー覚えとこう、いい意味で、うん、でもすごいね、尊敬する人で、うん、本当にでもそういうメンバーがね、笹田さんだったっけ、はい、ね、こういう仲間を集めてくれる中で、はい、そういうそれぞれの役割がまたこういう風に生まれてくると、このメンバーで何か一曲作りましょうとかね、いうのが笹田さん、どうですか、そういうのって今後企画として上がってくる可能性ってあるんじゃない。そうですね、タカさんが OK 出れば、うん、ほらね、このメンバータカさんがね、やっぱりもうボス、ボスみたいな、ボスなの、裏ボスみたいな、タカさんすごいね、ただ最年長なんだけど、いやいや、はい、ただでも最年長だったらよかったですよね、まあ、岡本さんが上か、うん、岡本さんが上、上ですね、俺がとか言ってましたけど、そうですね、坂東さんが上ですね、うん、はい、まあ、でもそういう方々がねいらっしゃるっていうことになると本当に、曲に箔がつくし、いや本当ですよ、うん、本メレのイベントのクオリティが上がってるのはかよちゃんの存在は相当大きいので、はい、本当にこれは本当ですよ、はい、いやでも素晴らしい、ほらやめてください、拍手も生まれる、本当沖縄の皆さんにもね、うん、きっとこの昨日が素晴らしいって思ってもらえたのは、本当にかよの存在は大きかったので、まあ、そういう意味では今後またホームメールのね、はい、イベントが沖縄で開催される機会があればね、あればあその時にあかよさんっていうかね、ね、本当かよも注目してほしいですし、はい、はい、なんかありがとうございます、うん、ありがとうございました、本当にね、うちのタカが本当にお世話になりました、いや本当ですよ、さあそして、もう一方、ご紹介してもらいましょう、はい、はい、木村優子君ですね、木村優子、はい、はい、岩手さんです、岩手出身、はい、筋肉マンですね、はい、昨日ちょっと木村さんのね歌は僕聞く機会がなかったんだけども、うん、どういう歌を歌われるんですか、うん、まあ、普通の J-POP ですね、J-POP で、はい、あ昨日は今日は曲はなかったっけ、今日ですね、そう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 、はい、また機会があったらぜひねお届けしてもらいたいなと思うんですけども、うん、沖縄は何度か、いや初めてです、初めて、完全に初めてですね、あら、学生の時とか、はい、なんか修学旅行で来たとかないですないです、あ、そうなんだ、岩手とかだったら東京に行っちゃうか、そうですね、修学旅行とかね、中学とか、うん、東京ですね、なるほどなるほど、でも沖縄どうですか、こう今回来られて、いや最高ですね、本当な、何が最高ですか、なんか着いた瞬間に、うん、なんか何の木って言えばいいんですか、あれ、え、なんかヤシの木みたいな、木、木あるじゃないですか、ヤシの木みたいな、南国の、あ、よくハワイになんか絵的にありそうなヤシの木ありますよね、あれ見ただけでもうテンションが違いますね、あ、岩手とか、ね、顔はね杉しかないですから、杉しかないからね、顔は沖縄近いですもんね、俺沖縄のとこだって後ろから見た時思ったけど、そうですよね、はい、間違われたみたいでしたけど ね、はい、ね、でも沖縄やっぱ最高、最高、料理とか大丈夫でした、あ、そうですね、うん、岩手とかと全然違うでしょ、食事、違います違います、ね、浜屋のソーキそばをやっぱりそこ行きました、まだ亮君と僕と笹田は食えてないんですよ、うん、何は、おいしいソーキそばがまだ、おいしいソーキそば、はい、なので、うん、この後金でしたっけ、金そば、金付きそば、金乳そば、金乳そば、金乳そば、ぜひ行ってください、ね、行きたいなと、はい、おすすめですのでね、金乳、金の月と書いて金乳そば、金乳そば、あそこ美味しいですよね、もう美味しいです、今やってますからね、やってますやってます、はい、那覇店もねできましたのでね、そうなんだ、はい、ぜひせっかくね皆さん沖縄にね来られてますからね、沖縄の皆さん方に音楽をお届け、していただいて本当にありがたいんですけど、私たちからお返しするものは何もありませんが、うん、ぜひ沖縄でいいものを食べて自分のお金で、はい、ね、過ごしてもちろんでございます本当にもう思います、よろしくお願いいたします。全然曲かけられなかったんだけどもとりあえずね、今日はこのホーメレメンバーね、昨晩、ライブハウスモツの方で、イベントをさせていただいた皆さん方お礼にということで今日ね、急遽ご出演いただいております、皆さん方ご紹介させながら、若い人たちがこれだけ頑張ってるということをね、おじいおばあなんかにも知ってもらいたいなということで番組、お届けしております、コマーシャルです、ありがとうございます、曲が流せない。
いいですよ、マイク上がってますから適当に喋ってたり、ネットをご覧の皆さん方にメッセージを送ってください。みんなね、本当に完全に多分やりきった感がね、もうみんなこれから帰るんです。メンソレサーターアンダギー、いいね、美味しかったね。知ってる言葉言う。ベニーモタルト、ベニーモタルトチンスコイオモテヤマネコはいいね、沖縄じゃないでしょ。あ、沖縄だけどね、離島の方で。イオモテ島、そうそうそう。ヤンバルクイナって沖縄なの？沖縄じゃん。チラウミ豆腐、この前、このカメラで何かぶってるチラウミのジンベエザメが見たい。チラウミの、じゃあ、まもなく入ります。お送りしておりますユンタンジャー出番ですよ。今日はですね、ホームレメンバーということでございまして、昨晩、北谷町にございます、ライブハウスモッツの方で、開催されましたイベントに参加した、アーティストの皆さん方、今日はね、高尾を中心にその仲間たちが来ていただきました。本当にありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当に沖縄の皆さんありがとう。また会いたい。本当ですね。でも、まあ、この、番組もそうなんだけどもね、エペメタンの方にはのんこさんというね、番組、名護の方から来ていただいてる、ね、はい、彼女の方からもね、今朝一も電話ありまして、ありがとうございます、今日高番組出してくださいよ社長ということがありましたので、もう急遽今日のゲスト変更しましてね、入れてもらいまして、入りました。粋なことをしてくださって、本当にのんこさんありがとうございました。そうそうそう、本当に多分今ネットで見てるかもしれない。ありがとうございました。のんちゃんありがとうってと誰いきなりりょうさん、りょうさんですよ。さあ、バックでお届けしております曲は、先ほど、ご出演いただいておりましたりょうさんのね、ビリブ、アイビリブ、素敵。昨日も歌ってましたよね。昨日も歌ってました、ね、そうなんです。かっこいい。いやいやね、本当に流していただいてありがとうございます。ぜひまたこれからも機会がありましたらぜひぜひ、はい、よろしくお願いしたいと思います。またそれぞれりょうさんもそうですけど、沖縄にねまた別の機会でも来る機会があったらぜひエフェンタンの方にご連絡いただいて、私の方に、うん、今日ね名刺渡してると思いますから、はい、皆さんメール入ってると思いますからぜひね顔ユーストの方でもうネットラジオの方でりょうくんが決め顔してまして、はい、耳で聞いてる人には伝わらないと思うんですけども、ね、はい、今日はもうなかなかね出演する時間が少なかったと思うんですけども、またいやいやいや次の機会に、ね、それぞれ来ていただけると本当に電波に乗せていただいてありがとうございます、うん、はい、とんでもないです。まあ、ネット配信もしておりますのでラジオお聞きの皆さん方ね、雑感があるんでしょうけれども、ぜひあこういう方なんだなっていうことをね、知り得るぐらいはできたんじゃないかなと思いますので、今後また機会がありましたら、それぞれの活動をね私たちもご紹介していく機会がありましたらやっていきたいと思いますので、その時はあ、なるほど、ホームレメンバーだということでね、知っていただければいいかなと思います。よろしくお願いしたいと思っております。さあ、ということでもう最後になりまして残り時間少なくなってきましたけども、もう一言ずつね、皆さん、ラジオ機の沖縄の皆さん方、そして、インターネットをご覧の世界中の皆さん方にメッセージをお願いしたいなということで、はい、じゃあエリカからいきましょう、一言、はい、一言、うん、首里城、はい、じゃあ木村優子、木村優子、沖縄で最後に残す言葉だね、はい、優子早くすれよ。外国人じゃありません。はい、かよちゃん、かよちゃん、かよちゃん、一言、今日もテビチを食べたいと思います。た、たかひろ、沖縄の言葉最後は最後だよ、沖縄に、ゆで卵食べたい。いや、ありがとうございます。じゃあ、りょうさん、りょうさん、いや、ほんまに沖縄来て最高でした。本当に今日はマジでずるいわ。またぜひちょっとみんなふざけてますけど、僕は真面目に、またライブしに行きたいと思ってるんでよろしくお願いします。全部持ってったわ。で、主催の笹田君、主催の笹田君、ね、先ね、また沖縄に戻ってくれるよう頑張ります。はい、頑張ります、はい、で、僕からも、本当に、沖縄の電波にね、みんなの音と声を乗せていただいて、うん、中瀬さん本当にありがとうございました。いいとで、聞いてくださってる皆さんも、うん、本当に、
また、このメンバーを、うん、とどこかで会ってもらえたら嬉しいと思います。そうですね、はい、うん、じゃあ最後にあの大ちゃんから、一言。沖縄の皆さん、バイバイ。ゆるいな。いや、しきゆるキャラ。まあまあまあね、でも皆さんのね、その一言一言がね、あのなんか褒めるメンバー、あこんな感じなんだろうなみたいなものがね、多分あっただろうと思います。はい、ぜひともね、まあ本当にでも今回ね、このイベントの事前告知がね、私たちの方でもなかなかできなかったので、はい、本当、笹田さん、今度また機会があるときは、あらかじめまたご連絡いただけると、ね、まあ、タカ投手でも結構ですしね、はい、ご連絡いただければ、また番組出演なども、やって、いけたらいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、さあ、それぞれね、伺いました。振り返ること、何名なの ?1、2、3、4、5、6、8名だったんだ。8名お邪魔させていただきました、本当に。全然コントロールできなかった。ありがとうございます。いや、そんなことない、もう最高でしょ。まあ、でも、音楽もね、うん、かよちゃん。かよちゃんのは誰、ね、何だったっけ、いい。そうそうそう。ちょっと、せっかくだから最後、かよちゃんの曲でエンディングしましょう。ね、そうね、いいね、はい、いいね。じゃあ、いいですか、はい、夜の女王、アリアです。すごい。え、そんなのあった？結構、激しく終わる感じでいいですか？でも、ね、すごい激しい。これ？当たり前やで。でもこれさ、車で聴いてる人心地いいんじゃん。ねえ、なんか加速しちゃいそうねえ、事故だけない。でもこれ聴けることないでしょ、昼にこんな感じの。ねえ、違う違うよ。何でした歌ってんのはね、ソプラノのね。歌ってるのはカヨさんじゃないですか、ね、違う、ソプラノのね、歌手の曲を弾いてるのがね、はい、でもすごいですね。ね、本間もんですね、本当ね。本物です。本物のオペラ歌手です。この方も、うんうん、もう みんなすごいメンバーです。これコピーだったらびっくりですよね。いやー、すごすぎます。はい、ということでね、本当にそのエンディングでこの曲を流すことが良かったのかどうかも今僕反省してるところなんですけど。申し訳ないです。そんなことない、そんなことない、社長、反省しないで。冗談冗談、うん、いやでも本当になかなかオペラがね、この時間流れること、フェイタンで流れることすらないですから。そうですよね、初かもしれないんですか。初かもしれないです、オペラ流れること自体、いや、ありがとうございます。ゆうこオペラやってたわけじゃない。あ、やめときましょう。はい、ということで、全然こうまとまりもなく終わるわけなんですけども、一応はフェミタンを通して沖縄の皆さん方に、昨晩のホーメルメンバーのライブのお礼をということで、ね、お礼でした、来ていただきました。また機会がありましたら皆さんぜひ沖縄の方に足を運んでください。ありがとうございました。ありがとうございました。どんどんどうもありがとうございます。すごい曲でエンディングです。